もし宇宙に親指がいてお互い相手にムカついたら起きるに違いない。宇宙に暗雲が立ち込めていた。凶悪な親指帝国はネイルサイドパワーで親指反乱軍の拠点を襲撃。反乱軍は秘密基地へと逃れた。親指帝国は究極兵器を製作。反乱軍がこれを破壊できれば親指世界に平和が訪れる。もし破壊できなければ続編の制作は中止。せっかく儲けようと思って作ったフィギュアなどのグッズも売れない。ファンの集いでオタクも見られなくなり、その会場で女の子を引っ掛けることもできなくなる。もはや勝利するしかない。自爆に気をつけろ。あ、やられた。大変だ、青、そっちだ、ビーポビーポ、急げ急げ、ビーポビーポ、あー、帝国軍に殺される。賄賂渡して命だけでも助けてもらおう。何がいい？ビーポビーポビー。そうか、姫を渡すのか、天才だな、お前。アホヤ姫、お怪我はありませんか？私も戦うわ。いけません。アホヤ姫は生き延びなくてはならない方なのですから。王位を受け継ぎ、我々の長い歴史を守り、民を導くという大切なお役目があります。急いでプロイドとお逃げください。私がここに残り、アホヤ姫の身代わりとなって死にましょう。あ、そう、もたもたしないで。はいはい、こっちですよ。急いで急いで。血を待つ僕、ぐずぐずしていると殺されちゃいますからね。血を待つ僕、ほらほら、さあさあ、早く早く、こっちですよ。私たちに任せておけば安心ですからね。こいつか、ダークベイダー卿。おやおや、ここにいらっしゃいましたか。あなたが親指反乱軍のアホヤ姫ですな。渋い声だよな。こんなことをしてただでは済みませんよ。あんたは悪者、そっちは悪、こっちはいいもん。悪があなたたちを破滅させる、善が私たちの勝利となるわ。悪は悪、善は善なの。悪い悪は善の悪、いい善は悪の善。悪？善？さすがはアホヤ姫、恐るべきドアホパワー。そのドロイドが姫を引き渡すと。何？アホヤ姫にバレしまったぞ。やばい、走れ、早く逃げ出そう。ピッピッ、うわー、ほほほー、いいぞ。でも酔いそう。奴ら追いますか？構うな。あのポッドは砂漠へ落ち、奴らは頭巾をかぶった気味悪い連中に捕まり売り飛ばされる。なるほど。さあアホヤ姫、あなたもネイルサイドに身を任せる時が来たようだな。お断りよ。よし、では死んでもらおう。どこへ飛ばされたのかまるでわからないな。あそこを見てみろ、頭巾をかぶった気味悪い連中がいる。きっと力を貸してくれるぞ。こんにちは。お前も立派な大人になったね、ロークグラウンドランナー。ずっといい子にしてきたんだ。僕も反乱軍に入って戦いたいよ。大きいことを成し遂げたいんだ。人の役に立ちたいんだよ。ここでも人の役に立てるぞ。もうすぐ収穫だ。今年は楽だぞ。頭巾をかぶった気味悪い連中からドロイドを2体買った。でかい方はよく喋ってうるさいのなんの。チビの方はあれ、きっと中にちっこい人が入ってるな。
収穫収穫収穫って、おじさんは収穫のことしか頭にないんだね。ちっとも分かってくれない。僕は宇宙を見たいんだよ。僕の気持ちなんて考えてくれたことない、一度もだよ。こんなとこ家出してもう二度と帰ってこないからね。まだまだ泣き虫小僧だ。お前頭に豆。泣くのは女子供のすること。男はまあ耳でも切り取られたら泣いてもいいがな。あなた誰？私はウビドゥビベノービ、銀河一おまぬけな名前の男だ。ミドルネームは何？スクビドゥビ。ウビドゥビスクビドゥビベノービ？それが私のフルネーム。そういう君は泣き虫ケムシ君か？誰も僕を分かってくれやしない。それより何か用ですか？私の指ロボットを取り戻しに来た。イエーイ。あんたのロボットだって、あれはおじさんが買ってきたんだぞ。おじさんが買ってきたんだぞ。ぐずぐずと情けない。来い、君に真実を教えてやろう。どうした、早く移せ。今し、すごいや、綺麗な人だね。ほじほじすんなよ。映されてるのを知らなかったんだね。見る気がうせたな。消すか。何か言いそうだよ。ウビドゥビベノービ、メッセージが届くことを祈っています。帝国のダークベイダーが今恐ろしい兵器を作っています。私は囚われの身、帝国軍の攻撃を防ぐための重要な情報を仲間に伝えなければ。助けて、ウビドゥビベノービ。ウビドゥウビドゥウビドゥビドゥビドゥビ。待って、戻して。どうかしたか？あ、何？うわ、ありゃまあ。僕だって一緒に行って戦いたいけど、死ぬぞおじさんとやられたおばさんが収穫手伝えって言うんだ。今何と言った？おじさんたちの名前を。死ぬぞとやられた。うそ、大変だ。ひどい、二人とも殺されてる。ああ、残酷すぎるよ、爪を剥ぐなんて。明らかにダークベイダーのやり口だ。誰？お前の父親。いやいや違うんだ、父をやったやつだ。全く、なんてひどいこと。そいつはきっとすごい悪者なんだね。僕ウビドゥビと一緒に行って戦うよ。身内が殺されるとはあまりに大きい犠牲だった。だが決心してくれて嬉しいぞ。それでは旅立ちの儀式を始めよう。私の舌に絡めて。何？舌と舌を重ねるのだ。なんで？それが儀式なの。何の儀式？身も心も捧げるってこと。まあいい、出発だ。ダークベイダー卿、我が軍の優勢です。反乱軍はもう息も絶え絶え。まだ油断はできん。徹底的に攻撃するのだ。親指反乱軍を壊滅状態に追い込め。しかしこのスーパー宇宙ステーション、親指スターがあれば反乱軍の裏をかくなど実にたやすい。焦ることもあるまい。親指フォースを見くびると痛い目に遭うぞ。また、ダークベイダー卿、そんなスチャラカ魔法の話に我々がおじけづくと思うか。あれだろ、俺は恐ろしい魔物だ、魔法の薬で命をいただくぞ。かもう聞き飽きた、むしろ大笑いだな。俺は恐怖の魔術師、そんなで乗るもんか。それよりカエルの足やイモリの目玉でも集めてみたらどうだ。それで顔を元通りにする薬を作ったらいいだろう。そうすりゃきっとインチキマジないしのあんただってもう少しはマシに見えるってもんだぜ。ごめんちゃい。他に何か言いたいことは？一つ質問があります。私たちは地球の存在も知らないのに、なぜ地球の言葉を話しているんでしょうか？
ニジュアでなら我々をダルダー星へ連れて行ってくれるパイロットが見つかるだろう。だがニジュアには宇宙の荒くれ者が集まってる。気をつけろ。もしその下に女の下着を着ておるならちらとも見せるな。そいつに言ったさ、俺に余計な指図をするならアルファケンタウリ6号星まで蹴り飛ばすってな。そうそう、奴にビシッと言ってやったっすよね。なんて言ったって親指さんが一番です。あんた、まあいつだって親指さんが一番でやんす。黙れ。そういうことなら早速本題に入ろう。これはハンドデュエット、バカバッカ。ワーキングガールだった女房のサブリナが殺されて、俺は今そこにある危機の逃亡者だ。推定無罪だが連中パトリオットゲームを仕掛けてくる。レーダースが心の旅、ブレードランナーでエアフォースワンだ。最後の方意味わかんない。とにかく目立つのは困る。ガバザハットに借金もあるし、奴がそこにいるんだ。スクタノービーマーカヤーバー腕のいいパイロットを雇いたいなら俺だ。俺の船は最高に速いぜ。だが高くつく、かなりな。金はいらない。クスクスギャル笑いでいい。何それ。女みたいにクスクス笑うのさ。半分前渡し、残りは到着後にもらう。嫌だと言ったらどうなるのだ。嫌がってる場合じゃないぜ。いや前金はもらった。よし行くぞ。ホヤ姫、そろそろ私に明かしてもらうとしようか。反乱軍の秘密基地のありかを。あんたになんか言うもんですか。そういう態度は良くないな。大事なあそこの爪を切っちゃうぞ。どっからそんな名前思いついたんだ。うん、わお、別に何でも。あ、ゆるんだボルトを直してたらなりきでつやの。あれが俺の船だ。ハンドのハンド号さ。こんなボロで飛べるの。ギャル笑い返してよ。動くな。危ない。乗れ。あわし。しっかり捕まってろ。ワープに入るぜ。アホヤ姫、よく爪切り拷問に耐えたものだな。ちょうど切りたかったのよ。ささくれ司令官。私の故郷ダルダー星だわ。じきになくなる。準備でき次第撃て。やめて、撃たないで。分かったわよ、全部教えるわ。アルドゥーニ星よ、親指反乱軍の基地があるのはアルドゥーニ星よ。ダルダーを破壊しないで。教えたら破壊はしないと言ったでしょ。破壊はしないが、回さないとは言ってないぞ。やめて。ダルダーを回せ。楽しいぞ姫、回して遊ぼうじゃないか。ザンマット早く。どうしたのウビドビ。何千もの魂が苦しみにのたうつのを感じたのだ。親指フォースの灰色サイドが強くなっている。親指フォースね。そんなヨタ話信じるな。ねえ、ダルダー星まであとどれぐらいなの。もうすぐだ。その月の向こうだよ。
半月か。おい、妙な目で見るんだよ。どうしたんだ。そいつのこと気持ち悪いの僕だけかな。いや、俺も最初な。なんだありゃ、宇宙ステーションなのか。コントロールが引けない、吸い寄せられる。あ、また会えたな、ウビドゥビ。久しぶりだ。諦めろ、お前に私を倒すことはできんぞ。どうか試してみる。この程度か。年を取ったな。負けるな。ところで、あんたは相変わらず人に乗せられやすいのか。お前の手には乗らんわ。万歳。魂となってな。それって気味悪い。逃げろこの。はーい、行こう。私は何とか逃げたの。行きましょう。もうウビドゥビがいないなんて。だからいるんだ中に。あっそういるのね。救ってくれた礼を言います。あなたは誰なの。ちょっとこの人の方が男らしいわとか思ってんじゃないの。それがいい。あの小惑星に隠れてほとぼりを覚まそう。なぜだかここに来るはずだった気がする。誰なの。姿を見せろよ。お前は誰だ。わしは指人形じゃよ。え、何。手を人形に入れる。肘ぐらいまでな。手で操るのだ。口を。何の話。この床の下で男がわしを動かす。わかった。わかんないけど、僕の患者、あなたと修行を積んでこれから僕は親指マスターになるのかな。わしとお前が修行。お前修行すんの。よっしゃ。ステップ1、わしの下に絡めろ。ブーンブーン。内なる声に耳を澄ませ。親指ホースを使うのだ。今のはブロックしたわよ。よし、いいだろう。まあよい。これでマスターになれたの。マスターじゃとも。そうじゃ。よし、今に見てろ帝国軍の奴らめ。僕が親指反乱軍を勝利へと導いてやる。
親指スターはただの宇宙ステーションではない、大量破壊兵器を備えた難攻不落の宇宙要塞なのだ。でもね、ボタンが1個あって、ここんとこ押せば丸ごとコッパみじん。でも変よ、どうして簡単に全てを破壊できるようなボタンをつけたのかしら。それがさっぱり、僕が設計したらそんなのつけないね。どうやってボタンを見つけるのでありますか。それが最高でさ、そのボタンにまっすぐ通じる溝があるんだよ。まず溝に飛び込んで一直線に飛んでミサイル撃つだけ。どうしてそんな溝があるの。それがさっぱり、でもラッキーじゃん。ハンド、一緒に戦ってくれないのか。ああ、遠慮しとく。俺には関係ないからだ。二人の間に生まれた愛はどうなるの。見も知らぬ連中のために命を懸けられるか。いくらあんたがいい女でもな、ギャル笑いももらったおさらばだ。気をつけてローク。心配ないよ姫。いいかい親指ども、奴らをぶちのめそうぜ。そこなんだよ。なあ、かなり凝ってるだろう。ダークベイダー今日はいつもカッカして怒ってばっかりでらっしゃるから、体に怒りんぼむしても作ってるんじゃないですか。反乱軍の部隊が接近中であります。正面攻撃を仕掛けてきました。思うツボだな。フィストファイターを用意しろ。フィストファイター3機接近中。了解野良犬。僕そんなコードネームじゃないよ。了解生意気野郎。多分それもなんか違うと思うんだけどな。任しとけ嫌味な執事。もう更新終了します。見えたぞ、突入する。行け。味方がやられてく。早くボタンを見つけないと。溝ってどこにあるんだよ。消えたぞ、これが片付けてくる。オッケー、接近中だ。あともう少しだ。もうすぐだ、目の前だぞ。もう少し、もう少しだ。もう少しのはずなんだ。まったくやる気なくすよな。もう一回やっていいなら俺はもっとボタンに近いところから突入するね。お、うん、やる気なのか。これでも食らえ。おー、やった。誰か頼む、援護してくれ。よし、突入するぞ。鉄器が追ってきたぞ、登れや。よりによってあんた。ああ、すっきり。強い親指フォースを感じる。全て終わらせてやる。そうだ、もっと憎しみを感じろ。親指ポーズのネイルサイドへと落ちるのだ。嫌だ。それがお前の運命だ。心を覗け、真実が見えるはずだ。
がしてきた。僕に何をしたんだよ。お前のいるべき場所は私と共にあるのだ。自分でも分かっているはずだ。何言ってんの。どういうことかちゃんと話してよ。ローク、私はお前のママだ。いやだ。やっと分かったのかい。お行儀の悪い子はママが絶対許しませんからね。パパが帰ったら叱ってもらうわよ。やれよロック、派手にぶっ壊せ。よし、自分の心の声に耳を澄まし親指ホースを使うぞ。ターゲットシステムを使え。え？目の前にあるだろう。そのためについとる。ちっこい的を狙うための最新鋭のシステムだ。わかりましたよ。口うるさいじいさん。フォースは常にお前と共にある。Sorry, what was that last part? Princess Bunhead, are you all right? Well, Ooby-Doo, we meet again. What's your middle name? Scooby-Dooby. Ooby-Doob, Scooby-Dooby, Banooby? You know. You may file it ready. No! I'll never tell you a thing. That is a bad attitude. Come on! Join me on the male side of the fountain. You know, saw my hand and I looked down and I saw my thumb and I went, that's really nice, you know. And from there, that just sort of kicked it off. I just had a huge affinity. And 'cause check it out. I mean.
Thumb Wars is something that's very close to me. I saw the Star Wars movies and I liked them. You know, I mean, they have something to offer, but if you really, upon close scrutiny, you'll realize that there is way too few thumbs in it. That's a problem. I'm in the business of fixing problems, and hence Thumb Wars. First off, we go through a painstaking search for the right thumb. Wiggle your toe, Anna. Oh, and you don't have to talk that much, just a little less, just real slight, less is more. So once we get through the thumb screening, the thumb acting portion, we then have to find actors that have portions of their face that fit a thumb well. And I excel at that. So I do several different characters in the piece. Stand by and action. Start walking in and start the move. Keep walking in. I'll do that a little later. Oh man, it is like good. Start the move. Start the turn, John. Excellent. Stop. Really nice. And action. Start entering. Start the move. Keep walking. Probably too close. You didn't see the. Here we have a. This is something we don't like to do. For the most part, we like to have a person down using their existing real thumb. But we get in situations where the space is too cramped. So we have an outpatient program. You're in and out. I mean, this isn't like it shuts down your week. You go in, we take the thumb, we pay you your check, and you move on. And then that allows us to get it onto a stick. And all these people will be in the credits, and we'll have a nice special thanks too. Lord Helmet Man, after our last victory, we have all but wiped out the resistance. Not good enough. I will allow no rest until the Thumbelian is totally neutralized. I'm a horrifying warlock, and I'm going to get you with my mystic potions. Talk sickens me. Or not. I see it. I'll take a shot. Ouch! So this is the interior cockpit of the hand. Finger Fighter knocks the pin off, pin falls out, this side of the barbell, the weights slip off, and the Fist Fighter spins off into space. You want some? Come and get it! Yeah! In terms of the relationships and the characters, we have Princess Bunhead, who has cinnamon buns for hair. You are bad. You are bad and we are good. Your badness will be the end of you, and our goodness will be our triumph. Then you will die. Oh, there's my trick knee. We have Black Helmet Man, and he's a very bad man, and has a black thimble helmet head. Then I will go lead the Thumbelian Resistance to victory! Be careful, Loke. Don't worry, Bunhead! Okay, Thumbs! Let's give them hell! We also have Loke Groundrunner, which, contrary to what everyone says, is an original name not based on anything. Oh, sorry, let me hike these up. What is it, Crunchy? Am I the only one that he creeps out? No, me too at first. What is that? Is that a space station? I've lost control. They're pulling us in. We have Crunchy, who is the friend of Hand. So I don't know what his last name is. Does he have a last name? But Hand Duet. Yeah, it's, oh, man. And his buddy Crunchy, who's really a freaky looking dude.
the fact that he's a hairy thumb. So, you know, we've got our little cast of players. It's a classic good versus evil mythological tale that is entirely original. This way, people. Six. Yeah, six. Okay, keep going. Let's just play it out and see what else happens. We need a bargaining chip. Something we can trade for lives. 3, 2, 1, action. Moment there, two. One more time. Just do some general smoking for us. General smoking over there, okay? And in 3, shake, 2, 1, action. Oh, my! Oh! This way, beeps! Hurry, hurry! Oh, they'll kill us for sure! Oh, we need a bargaining chip, something we can trade for our lives! Funny. I feel I'm supposed to be here. Beneath the floor, the man does control me. Yes. I'm not following. Yeah, the arm thing's good. It's like you're getting little. Okay. I am a puppet. Hey. All right, perfect. Go Dolly in just a touch. I actually by neck, I'm a little bumped by nose. I mean, that's what I'm trying to do, is find the nose. Really, this is cool. Yeah. You really get a sense of neck there. Now I'm comfy. Hello, I'm Alistair Cook. Welcome to Masterpiece Theater. You know, I used to do Shakespeare in the Park. And I came out to Hollywood because I figured, you know, expand, reach a larger audience, really practice my craft. Perfect, perfect. And frame it just so we lose, okay. And... Yoda, one guy, eh? Suko Tanobi, Makayaba. If you need a pilot, I'm the best there is. My ship's the fastest there is. But it's gonna cost you a lot. I don't take money, only girly giggles. What do you mean? You've got to giggle like a girl. Half now and half when we reach Daldar. What if we should choose not to? Looks like you don't have much choice. That'll do for the advance. Let's go. So as you can see, no expense has been spared. When it gets into thumb acting, I'm a big, you know, having done some big films now, I'm very particular with performance. So as you can see, there's a full range of acting that can happen here. That if it's a surprise, oh, you know, oh, and you know, if there's an anger thing, oh, you know, somebody says, hey, do you want to go to the store? Sure. I'd love to go to the store. And then if there's something that's even an emotion that's tricky to nail, like, you know, your dad's been killed, but you won the lottery, you know. You know, so you can, it's really, you know, we can cover it all. Touchdown! No! No! Whoa! Oh, yes! Oh, I think I'm gonna be sick. And roll it in action. Start walking. You've been stopped there for a minute. I'm in a complete loss as to where we are. Something in there. One more time. It worked on Beepoo. Well, I'm at a complete loss as to where we are. Ew, look over there. Some freaky little hooded creatures. I'm sure they'll help us. Hello? Ow, 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 ow
I have sort of a, you know, big film career going on, and I may have to leave that behind now, because as you can see, I've stepped into the true filmmaking. With, I think the key there is no stars to deal with, only thumbs. So I'm not going back. The thumb is strong in this one. Beautiful doll of light. What, George? One shot at a time. Go, action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5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 5, 56, 57
Push him back. One push away. Push back. Action! That's a perfect speed. Luke, I am your mother! No! Now Mama's gonna teach you a lesson in manners! Wait till your father gets home! Okay, kid, she's all yours. I love Star Wars. I think it's phenomenal, and I can't wait. You know, I'll be first in line to see the new piece. And I think George Lucas is amazing, but I do believe that even George Lucas would agree with me in that anything can be made better. And that's what we're really trying to do here. And I think when people see Thumb Wars, they'll jump on the Thumb bandwagon.